こんにちは、てりちゃんね、てりです。えー、博多駅前ね、大変なことが起きております。崩落事故を起きております。あれはね、あのー、地下鉄ですね。地下鉄の穴を掘っているときに、どうも水が流れてくるということでね、 作業を一時中断しとったみたいですね。そしたら、その崩落したと。だあ、あれはね、あのー、ま、あ夜中のことでね、よかったですね。あれ、あの、交通量が多い時だったらね、もう車なんか下押してますよ。いやーすごいですね。 これでまあ、下水道とか、うん、ガスの、ガス管ですね。それからあの、水道。から電気。ねえ。ライフラインがもう全部ストップということでね、あの辺は。まあ、あの、銀行なんかもね、ATM、ストップしたっていうことでね。 まあ今はちょっと使えるようになったかな使えるようになったみたいですけども。まあ今一生懸命その穴の中にね、コンクリをね、流し込んでいるみたいですけども。まあコンクリを流してあんだけ水溜まってたらね、固まるのかなと思って心配しますけども。 ま、そもそもね、あのー、なんで崩落したか言うと、上に何も支えないんですよね、あそこだけ。普通はあのー、穴掘る場合は、上にずーっとこう、下に押してこんための補強をやるんじゃないの素人の私でもなんかわかりますけどね、そんなことしないんでしょうか。あの、崩落した穴を見てみるともね、 あの、み、なんかやったような気配ないんですよね。まあ私は専門家じゃないんで分かりませんけど。あんなやり方やっていいのかなと思うけどね。まあ以前もね、あのー、まあ近所でね、崩落事故あったんですよね。 その時、思わんのですかねまたあるかもしれないんで、ちょっと慎重に、まあ、補強をやりながらやろうとかね。そんなことしないんですかね普通は考えるんじゃないんですか素人も私でもわかるけどね。あの穴を見た限りでは、補強も何もなかったような気がしますがね。 あれ、昼間でもあんなことや、崩落したらどうなるんですかね。何台もの車、あの、下に落ちますよ。あ,あ大変な事故になったはずなんですよ。誰もおらんでよかったですね。一人も怪我人が出てないっていうのが不思議ですよ、本当夜中の事故でよかったと思います。はい。 そういうわけでね、復旧の目処はまだ立たないってことでね、まあ、いつになるかわからんですよ。まあ、こういうことはね、もう二度とね、あってはならんことですからね、ちょっと考えてもらいたいですね。はい、そういうことでね、今日は、博多駅前のね、崩落事故についてブツブツ言ってみました。